Hey guys, it's me, Taka. みなさん、こんにちは、Taka です。In this video, I d like to read an easy Japanese news in native Japanese. So, I think this video is a bit difficult for the beginners, but the good way to improve your listening skill is just listening. So, you can use this video as a podcast. はい。ということで、本日のニュースがこちらです。スーパーブルームーン。いつもより明るく光る月が見えた。 スーパーブルームーン、いつもより明るく光る月が見えた。First time I read as a slow speed and next time I will read as a natural native speed.Alright, first time 月は地球の周りを回っています。一年で一番地球の近くに来た時にいつもより明るく光って見えるためスーパームーンと言います。 31日は8月で2回目の満月でした。1ヶ月に2回目の満月をブルームーンと言います。8月31日はスーパームーンとブルームーンが一緒になって珍しいスーパーブルームーンになりました。前にスーパーブルームーンを見ることができたのは 2010年1月でした。国立天文台によると、今年一番遠くなった時の満月と比べると、31日の月は14%ぐらい大きくて、29%ぐらい明るく見えました。次にスーパーブルームーンを見ることができるのは、2029年3月30日です。 さあ、皆様いかがでしょうか次は普通のスピードで読みますね。Next time I will read as a native-like speed, normal speed.Super Blue Moon いつもより明るく光る月が見えた。月は地球の周りを回っています。1年で一番地球の近くに来た時にいつもより明るく光って見えるためスーパームーンと言います。31日は8月で2回目の満月でした。 1>, 1ヶ月に2回目の満月をブルームーンと言います。8月31日はスーパームーンとブルームーンが一緒になって珍しいスーパーブルームーンになりました。前にスーパーブルームーンを見ることができたのは2010年1月でした。国立天文台によると今年一番遠くなった時の満月と比べると31日の月は14%ぐらい大きくて29%ぐらい明るく見えました。 次にスーパーブルームーンを見ることができるのは2029年3月30日です。はい、皆様いかがでしょうか分かりましたかこちらの内容はどんな内容でしたか、uh, ?Please write it down some comment s about this news.What do you think?What do you feel about this news?If you are an intermediate more higher level, you should write the comment in Japanese. はい、ここで問題です。Question.What is the super blue moon?Blue moon って何ですか ?Blue moon って何ですか ?What is the super blue moon?Blue moon って何ですか ?Blue moon とは何ですか ?It's the same.Blue moon って何ですか ?Blue moon とは何ですか答えはここですね。1ヶ月に2回目の満月。満月 is blue moon. 満月 is full moon. フルムーンの2回目のフルムーン。1ヶ月に2回目の満月をブルームーンと言います。The second time's full moon in one month, we call it ブルームーンブルームーンブルームーン is u e moon? ?I, I don't know in English.So, and what is a super moon? Super moon is this.1 年で 一番地球の近くくにに来たたいつもより明るる光って見えるためスーパームーンと言います。スーパームーン is the name When the moon is, is uh, close, uh, closest? closest with the earth? I, I don't know how to say it in English. The, but, but I want to say the earth and the moon is the closest time. We can say, this moon is a super moon. You know what I mean? I, 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 I hope you can understand my poor English. So, 月は地球の周りを回っています。The moon is rounding、uh, around the earth. So, 月は地球の周りを回っています。一年で、in the year, 一年で一番 among the year. 1> Sorry. 一年で一番地球の近くに来たとき。一番近く。一番近く。closest.nearest.you know? 一番近くに来たとき。いつもより明るく光って見えるため。スーパームーンと言います。と言います。We call it as a super moon. スーパームーンと言います。31日は8月で2回目の満月。 でした。1ヶ月に2回目の満月をブルームーンと言います。だから、so, we can say,8 月31日は、スーパームーンとブルームーンが一緒になって、so, October 31st, スーパームーンブルームーン is just one time.so, we can say, スーパーブルームーンになりました。to be. なりました。スーパーブルームーンになりました。はい。ということで、本日はスーパーブルームーンのニュースでございました。皆さん、スーパーブルームーンって聞いたことありますか僕は初めて聞きましたね。なんか、スーパーブルームーンって聞くと、あの、ドラゴンボールみたいな感じですね。ドラゴンボールって皆さんご存知ですかスーパーサイヤ人とか。 スーパーサイヤ人2とか、スーパーサイヤ人3とかあって、で、その中に、スーパーサイヤ人ブルーっていうのがあるんですよね。で、そのスーパーサイヤ人ブルーと、で、セーラームーンってまたあるじゃないですか、別の漫画。セーラームーンとスーパーサイヤ人ブルーが同時に来たよ。スーパーブルームーンみたいな、なんかそんなことですかね。はい、わかりませんけれども、ということで本日はスーパーブルームーンのお話でございました。またね、バイバーイ。